Inside. Oh my. クロニシラクソン代表のスパイ行為の内容については現在調査中だ。 今回の速やかな任務遂行には心から感謝している。そして同僚の死はあくまでも悲しむべきことである。そこで私は彼女自身や残された家族のためにも UPOが側から今後一切彼女の行ったスパイ行為について何も言及しないことをすでに決定した。彼女は優秀だった。しかし事故で死んだ。私も君も同僚の思い出にはそれだけで十分だ。 いいな。ところで、今後は今まで以上に君の力が必要になる機会も増えてくることだろう。私は働きに見合った待遇を惜しまない主義だ。期待している。Information download complete. File deleted. Communication interrupted. Receiving emergency broadcast. すべての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で、先のゼネラル・リソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも、両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル W. クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場はランバート地区付近の山中で、半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。 乗員乗客の安否については機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とUPOが協力し、現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時、UPOホンブのあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸。メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケープレイニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてUPOでは、 同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち、救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落という、ショッキングなニュースについて、同機の整備と警備を担当していたUPO治安維持部隊のパーク司令は、まだ信じられない。これから自分も現地に向かい、代表の捜索指揮を取るつもりだ。墜落の原因についても一刻も早く究明したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。 どちらにしても長年ユーピオの顔として代表委員を務め、新勢力のニューコムとも強力なパイプを持っていた穏健派のクラークソン代表を失ったことは今後大きな影響が出るのは間違いないですね。特にユーピオの体質自体が変化するのは避けられないでしょう。具体的にはどんな変化が起こるのですか？クラークソン代表の死後、 UPOの内部で強硬派として知られるパーク氏が事実上の最高司令官となることで、以前のUPOではほとんど見られなかった武力介入による治安維持や紛争解決といった手段を取る可能性が高くなるでしょう。
よ、いたんだ。フランカはどう？ニュース見たろ？あれ事故だってな。それで、あれから俺考えたんだ。あの時、何が行われたのか。どうして俺とお前だけで、あの任務に就いたのか。なぜ、レナは、あんな後になって着いたのか。誰がいて、誰がいなかったのか。誰にとって、あれは必要だったのか。俺たち利用されたんだ。クラークソン代表をやるため、パーク司令は。Information download complete. File deleted. ゼネラルリソース所有のホワイトバレー空軍基地に向けて、ニューコムの高高度攻撃機の出撃が確認された。クラークソン代表のいない現在、両者の戦闘は歯止めが効かない状況だ。これ以上のエスカレートを招かぬよう、早急に両者の武力衝突を鎮圧せよ。何のために俺こんなことやって。ただ飛ぶため決まってるじゃない。より防災機が発進した模様。直ちに捕捉し迎撃せよ。アップデートタイム。空を目指す翼があれば、いつまでもこうしてここで生きるためなら何でもしてやる。そのためなら仲間でも撃ち落とすのかよ。その通りだわ。いい、私たちにもともと翼なんてない。この空が嫌ならその羽、自分で今すぐもげばいい。Yeah.
レナ、泣いてるのか？作戦は成功。両者の戦闘は鎮圧された。ニューコムの最前線である宇宙。そこには人類が空へ空へ、高く高く、その望みを求めた技術の結晶が漂う。しかし、今や戦いの火種は虚空の果てにまで移ろうと。私、飛び続けられるのなら、この先どんな罪でも背負おうと思っているのは本当よ。いつか力尽きてしまうその時が来るまで。でもこれだけは信じて、フィーのことは今さら何を言っても無駄だよね。クラークソン、この力、お前には楽しむことのできないものだ。パークよ、執務室の用語じゃどうだ。まったくお前らしいやり方だな。何のことですかね。私は自らの任務に忠実でありたいと常に。黙れ。お前の任務はあくまでも我らと共にあることを忘れたのか。我らにとってまだ必要だったクラークソン代表を亡き者とするなどと、己の器を知れ。ゼネラルを裏切り、ニューコムにも捨てられたお前にチャンスを与えたのは誰だ。お前が何のためにそこにいるのか、もう一度考えるのがいい。戻るべき場所を失いたくないのならな。戻る場所だと？今の私にそんなものはない。ゼネラルリソースがニューコムの宇宙開発基地に対し攻撃を開始した。ロケット発射準備の隙を突く作戦と思われる。我々ユーピオはニューコムの要請を受け、同基地の防衛に当たる。直ちに出撃し、ゼネラルリソースの進行を阻止せよ。成功を確認。引き続き残存戦力の総投入され。Caution! Stall! Warning!
ゼネラルリソースの攻撃を阻止。ニューコムのロケットは無事軌道に乗った。今のユーピオは本気で治安維持をしようとしていると思うか。クラークソン亡き後、俺たちはただパーク司令の手先となっているだけじゃないのか。そんなことさえ今までの俺は考えたことがなかった。レナのように自分が飛ぶための目的なんて持ってすらなかった。ただ少しずつ見え始めた。この戦いが撃つべきもの、持つべきもの。遅すぎたのかもしれない。でもお疲れ様。ニューコムのロケット見た？科学によって人を空の向こうにまで飛ばそうとする輝き。いつか誰かが想像した世界。私たちってそこに作られただけの小さな存在だけど、その力が私に翼をくれたってことだけは信じられるから。止めろ。拡大。明るく。プリント。できました。こちらです。このパイロット。何？ナイトレーベンが消えた？
緊急連絡。我が軍が保管していた極秘研究ユニットが何者かによって奪取された。現在その極秘研究ユニットは解体され、配線上を走行列車で運搬されている。全力でこの極秘研究ユニットを奪回せよ。中身は何だって？こんなところで。エンゲージ。極秘研究ユニットの奪回は成功した。今回の事件に関しては現在調査中だ。まったく用意周到な行動だな。当時ゼネラルからニューコムへの独立を図ろうとしたグループに接触、公式だけの頭しか持たない科学バカたちに組織の取引ってやつを教えたのもうまい。しかし科学バカどもはニューコムとして正式にゼネラルから離れることになると暗い過去を清算し始めた。そしてあんたはゼネラルを裏切った主犯として売られた。なぜこんなものが。誰だ。何者だ。裏切り者には復讐がよく似合う。どうだい、あんたの持ち駒で前時代のルールをひねりつぶす革命に参加してみる気はないか。誰なんだ。リジョン、かつてゼネラルに殺されたことのある男さ。両企業で拡大し続ける紛争のせいで有事やってもの自体が危ないらしいってニュースで言ってた。パークのやつ、郵便どころか国が消えたらどうする気なんだろうな。それでも俺は最後まで見届けるつもりだ。そして一体誰が何のためにこんなことを始めたのか知る。それが自分にとって現時点でサーフの持つ意味だと思う。最近の命令って治安の維持としては変じゃない。こんな状況でそれって絶対おかしい。近いうちに必ず何かあるはず。あの男、パーク司令には気をつけた方がいい。ニューコムのナノテクノロジー研究所で緊急事態発生。
建設作業用に大量配備されていた実験中のナノバイトが原因不明の暴走を起こした。現在も増殖を続けており非常に危険な状態だ。直ちに対処しなければならないが、目標のナノバイトは微小で目視することができない。レーダーで探知し、ナノバイト中和剤 ANB を投下、駆除せよ。ナノバイトの位置を送る。ポイントに向かって ANB を打ち込め。 Eradicate Violence。30%, 4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 0%,
ニューコムのナノバイトの暴走は諸君の活躍により食い止めることができた。いつもいつも何かあるとあなたに助けられて、今度もあのままナノバイトに期待をやられたら、きっと心が機械になる痛みに耐えられなかったと思う。でも子供の頃、私機械になりたかった。どんな病気も死でさえ修理してしまえる、そんな体になりたかった。私は生まれた時から一度も太陽の光を浴びたことがない。そんな病気はまだほんの子供だった私に生きる意味を失わせるには十分だった。近所の公園へ出るのに、まるで宇宙旅行にでも出かけるような姿にならなければならなかった。やがて外の世界から隔離されたように、自分自身によって心まで閉ざしてしまうまで、そう長い時間はかからなかった。そんな時、あの人に出会った。エレクトロスフィアの持つ力とその可能性を教えてくれた。その出会い、私を普通の人間として扱ってくれた最初の人のことを、私は心から信じていた。体こそ触れ合うことはできないけれど、だからこそ心はスフィアの向こうで誰よりも分かり合っているつもりだった。あの人のためだったら何でもできた。いつ滅んでもいいと思っていた肉体なんてどうなってもよかった。たったそれだけのことで彼が持っている翼を私も手にできるのなら。でもそれは間違っていた。私が始まりだと思っていた時こそ、あの人にとっては終わりの時だった。あの男ディジョンが手にしたかったのは私なんかじゃなかった。こんなにも弱いからこそ被験者となり得た私の体だけ。また私は私自身の体に裏切られ、その時心に決めていたの。人間としての心まで捨てて手に入れたこの翼だけは絶対に離さないって。だけどねえ、私少し分かった。今までずっと私にとって翼が心のすべてだと思っていたんだ。でもそれは違うよね。私が人間でいる限り心はちゃんとここにあるって。だからこれから私少し強くなろうと思う。翼がなくても空は飛べるってね。今日は聞いてくれてありがとう。
続きまして、本日の午後3時56分、ゼネラルリソースのアルデア・カルロス・ナシメント常務が急性心不全のため亡くなりました。75歳でした。ナシメント常務はここ数年にわたって数回の心臓移植を受けていたそうです。つい最近も同社が開発した人工心臓を自らの希望で移植していたとのこと。死因もどうやら人工心臓のネットワークに接続されていた自動制御プログラムが何らかの原因で暴走したことによるものとみられ、関係者の間でも大きな波紋を呼んでいます。事故のほかにテロの可能性も含め、同社では大規模な調査が現在も行われています。繰り返しお伝えします。たった今入った情報によりますと、これでユーピオを使わずして対戦が始まる。邪魔者は消えた。この漁夫の利高くつくぞ。ん？いつからいた？分かっている。ユーピオのアイドルはお前にくれてやる。早く革命とやらでこのユージアを焼き尽くせ。そしてゼネラルとニューコムの焼け野原に立つのは私だ。ゼネラルリソースの内紛が両者の全面戦争へ発展する可能性が出てきた。大事に至る前に兵器工場を攻撃し、ゼネラルリソースの行動を牽制する。なお本作戦では実戦投入テストを兼ねて新たに配備されたニューコム製コフィンオルシラスに登場してもらう。またレーダー網の拡乱用に ECM 空中空母スフィルナを同行させ、ジャミングとの同時攻撃を展開する。以上、諸君の健闘を祈る。やっぱりニューコムの機体は違う。でもニューコムのカラーリングのままで飛ぶのがいいの？エンゲージ。ジャミング開始します。ジャミング。高度まで上昇してください。Bullseye. Bullseye.
Caution. 安全な高度まで上昇してください。Caution. Pull up. Caution. Pull up. Caution. Pull up.直ちに郵票本部へ帰還せよ。ゼネラルリソースの兵器工場の制圧に成功した。Interrupted. Receiving emergency broadcast. あの作戦は罠だったんだ。パークのやつ、俺たちに世界大戦を起こさせやがった。確かなの？ニューコムとゼネラルを戦わせるだけ戦わせてどうする気？もちろんユージア全土、いや世界をパークが統治するつもりだろう。はい、こちらはポートエドワーズ上空まで数キロを飛んでいるところで、ご覧になれますでしょうか。ポートエドワーズから黒煙がいくつも上がっています。その上空ではニューコム、ゼネラルリソース両企業の基地より出撃した多数の戦闘機の姿が。あ、また爆発です。ものすごい音がしました。皆さんに私の声が届いて。はい、スタジオです。ここでもう一度今までの情報を整理し、繰り返しお伝えすることにしましょう。本日午後、ユージアのポートエドワーズでゼネラルリソースとニューコムが交戦状態に突入しました。そしてその戦いは現在も続いています。 NUN 新国際連合では事態を解決するため、ユーピオの治安維持部隊の派遣を決定。緊急事態だ。ゼネラルリソースとニューコムが全面戦争に突入した。都市防衛のため進行する全ての勢力を撃退せよ。現在戦闘空域は非常に混乱しており、報道兵なども飛行している。任務遂行に際しこれら民間機には十分注意すること。なお今回の任務より最新鋭機ベルクトに搭乗してもらう。諸君の働きに期待する。以上。
リンリャン。ゼネラルリソースとニューコム、両軍事勢力の大幅な弱体化に成功した。メリトン地域の今後1時間以内の降水確率は 76.5% です。予想最高気温は20度、予想最低気温は15度。始まりはキャッシュディスペンサーでした。エレクトロスフィアの機関ルートの制御システムに大量のインタラプトが発生し、
スフィアを流れる全ての情報が混乱している模様です。このためゼネラルリソース、ニューコムの両社に関連する銀行など多くの施設が機能停止に至ったのです。原理的にスフィアでこのような事故は起こり得ないはずですが、原因の究明を待ちたいと思います。これは事故ではありません。たった今入った情報によりますと、ウロボロスと名乗る集団からこの一連のパニックを仕掛けたとの犯行声明がゼネラルリソース本社に届いたとのことです。ただし同社の広報ではこの件についての情報公開を拒否しています。我々にとってこの攻撃は必然である。肉体という呪縛にしがみついた物欲の支配する世界、合弁型巨大多国籍企業の経済力が政治や司法制度といった旧世代の権力構造を凌駕していった時点で我々は目覚めるべきだった。しかし我々に肉体がある限り物欲からの支配を拒絶するのは難しいのもまた事実である。そう、肉体という超えがたい境界によって維持される我々の生命は常に欲によって縛られているからだ。食欲、性欲、睡眠への欲、これら生命を維持するために必要な最低限のものですら貨幣によって手に入れねばならない。我々人類は未だかつて一度もこの呪縛から完全に解放されたことはないことからもわかるはずだ。人類の限界とは数多の欲望に縛られた肉体なのだ。はい、空港です。こちらでは各地区を結ぶエアラインが全便欠航となっています。その理由についての発表はまだありません。一部地区でゼネラルリソースの制空権が完全に略奪されたとの噂もあり、空港は混乱の極みを見せています。皆さん、私はジオフロントから50キロほど離れた場所からお送りしています。ご覧いただけるでしょうか。私の上空では多数の戦闘機の編隊がジオフロント方面に向かっていく姿を何度もカメラで捉えています。我々の決起を多くの人々はまだ誤解していることだろう。確かに現時点で人々が目にしているものは人類にとっておなじみの殺し合いに過ぎないからだ。ただこれだけは言っておこう。ゼネラルリソース、ニューコム、ユーピオといった組織が保持している軍隊とたった今も行われている交戦は我々が望む革命にとって入り口。そう、我々にとって真実の敵とはゼネラルリソース、ニューコム、ましてユーピオなどといった権力ではない。この革命が完成するとき、我々が、いや人類全体が掴むものはこのような権力ではない。ゼネラルリソース系列の報道機関では現在放送内容についてキーワード検閲か配信システムに組み込まれたとの発表がありました。このような大規模な報道規制が施行されるのは初めてのことです。現在この番組は独立系パーソナルベースの放送局からお送りしています。それではここで我々が独自に傍受した映像を無検閲でご覧いただきます。すでに我々は全ての人類に限界を超えてもらうための技術を持ち、その準備もできている。肉体を捨てよ。これは生命を解放するために行われる革命である。今こそここに我々は宣言しよう。全人類のサブリメーション、それこそが我々の生命を次世代に進化させる唯一無二の真実である。この技術は夢ではない。その証拠に一つの例をご覧いただくことにしよう。ディジョン、この男は10年前にゼネラルリソースの謀略によって完全に肉体を失っているにもかかわらず、エレクトロスフィアで生命として今も確かに存在している。そう、もともと我々全てが平等に秘めている生命、
精神、意識という名で呼ばれてきた力で構成される意志は、肉体などといった脆弱な存在を限界とはしていなかったのだ。そしてこの事実を我々は有史以前から知識として伝承してきた。歴史を振り返ってみるまでもない、肉体の限界を持たない生命の存在について我々はこう変換していた。それこそは新たな人類の姿である。そして人類史上最初に肉体を持たない生命として生まれ変わったディジョン、我々は彼を始まりの指導者として迎え、この革命を実行する。さて、君たちサーフが心血を注いできた活躍には感謝している。今までの我々は平和などという曖昧で見えない心の報酬を求めていたため、無益な血を流した者も多く苦しい時もあったはずだ。しかし今日そんな時代はあっけなく幕を閉じた。そしてここからは私から個人的にサーフ所属のエース諸君に言葉を送ろう。今こそ立ち上がり、我々の革命に参加したまえ。本日をもってサーフは解散。ウロボロスの革命家であり指導者アビサル・ディジョンの指揮下に。でも嘘、あの男がクーデターの指導者ですって。嘘でしょ。この戦い全ての元凶がディジョン。みんなごめん、私この目で確かめてくる。